いやー、汗だくなの分かりますかね。もうダメだ。今日も長靴、びっちゃびたでしたね。トゥルルプシ、本日も休憩しましょう。本日も張り切って休憩しましょう。これ飯食ったらちょっと休憩します。 はい、コメントいただきました。あ、まず謝らないといけないですね。アーリー SDA さん、すいません、須田さんとか言っちゃって。 コメント本当、これ詳しくありがとうございます。よくわかりました。はい、いろいろありがとうございます。で、一つですね、ずっと今日考えてたのが、落ち着くっていうのがちょっとですね、私の中ですごい引っかかってるっていうか、汗垂れてきましたね。なんか私落ち着くような、なんかオーラが出てるんですかね、動画中に。なんか皆さんも感じたことありますかね、私の動画見ると落ち着くって。もしかしたらなんか、アーリー SDA さんと私はなんか運命的な出会いなんでしょうか。 まあ僕は落ち着くとかないですけど、ただそう言われたのは初めてなんで、なんでしょうね。むしろどんどん、はい、テイク2スタートですね。はい、いろいろありがとうございます。はい、もうそうみたいですね。22年間日本に住まれてますんで、もうそういうことか。じゃあ私が日本の方かなって言ったのは、やっぱりこちらにいらっしゃってるアメリカの方ですね。ありがとうございます。はい。ちょっと怖い動画とか出しちゃって申し訳ないですね、本当に。あの動画は落ち着かなかったと思うんですけど。トゥルルプシ !2 号です。本日も休憩しましょうは、ちょっと SDA さんの、はい、この関西弁での 休憩しようを忘れたらあかんで、はい、そっから流用させていただきました。はい。すいませんでした。それからですね、はい、今日これがあれですね、あ、いろいろいただき、あ、そう、長谷川さん、はい、原田農園さんがシャタ農園の動画紹介してましたよ。はい、あ、違いますね、キュウリ夫人さんからも言われて、動画見ました。はい、もう嬉しいですね。あれでもなんか、塚原さんのシンシンのあの爪、びっくりしましたけど。まあ、大量に買っちゃったから、塚原さん。ちょっと困ったんでしょうね。で、原田農園さんのところに届いたと。あれは、ナスはいけたのかな、結局。ナスは硬いからどうだったんでしょうか。塚原さんがなんか、つないでいただいてる感じですね。原田農園さんと 私を。はい。そうなんですよ。マニアックなキュウリ栽培っていう形で 紹介されてましたね。マニアック。まあ、マニアックというかですね、もう僕の人生というか生活が込められてますんで、思いと。はい。キュウリ栽培だけでなく、その辺も楽しんでいただけると いいかなと思いますね。それからお師匠様、何でしょうか、これは。床屋で軽く拷問を受けたと。はい。まあ、私も家で親父にバリカンでやってもらうんですが、これからの時期は同じ拷問を受けるかもしれないですね。はい。汗かきすぎですね。ちょっとやばいな、これは。それから、長野の H さん。いけんじゃないですか。まあ、孫ひ孫の代までローン組んじゃって、7億ぐらい。7億っつったら、年100万返済ですか。 っていう感じですかね。はい、お師匠様、そっか。ああ、なるほどね。外側は光合成させると、葉っぱはですね。内側はあくまでも多分収穫にやりやすいように、バリバリモリモリっていう形なんですね。じゃああれですかね、アーチの外側から収穫しないんですね。あくまでも内側から全部行ってこいで、アーチの中行ってこいなんですね。行ってこいなのかな。それから両方いっぺんこうですかね。ああ、28センチ260キロのキュウリ、260グラムのキュウリっていうのは、でかいですね。はい。救急車を呼ぶか呼ばないかってところでしょうか。それから、いや、NSD さん、まあ暑い、そうですね。30%以上か、高くなる確率が。
半分まではいかないけど、暑、今日も暑いですしね、もうしおれてましたしね、自分がもうダメだっすね。そんなところでしょうか。はい、ちょっと今日は想定外、ちょっとですね、なんでこんな増えたのかってところ考えてたんですけど、まあ、昨日終了ですね、 MM プラス100リッター流すのに30分以上水くれてたっていうのと、ちょっと最近液肥、昨日はですね400ミリグラムぐらい与えましたね。それからロイヤルアリン酸カリ MG 入れたせいですかね、家計は悪かったですけど相当取れましたね。昨日が8で今日12ですからね、4コンっていうのが増えた。多分天候が良くなってたまたまなんだと思うんですけど、アリン酸カリ MG やったからってこんなには増えないと思うんで、ただちょっと家計が悪かったら残念ですね。なので今日は午後は袋詰めしたいと思います。もう腹をくくってですね、もう格安の準備をくれようが、はい、じゃあ本日も張り切って休憩していきましょう。最初のピヨピヨチェッキパーチェッ、はあ、はい、危うくまたコメント返し漏れるところでしたね。ちょっと何日か前なんですけど、 D ドラゴンさんですね、お久しぶりですね、コメントいただきました。今まで生きてきて辛かったことは何ですか。はい、これ結構かかりましたね、時間考えて。でちょっと一つ思ったことが、自分の限界を感じた時、そっからの仕事が辛かった気がします。前職、まあ、辞めたのもやっぱりそれが大きかったですね。自分の力の限界、あ、俺ってここまでなのかなって悟った瞬間から仕事を続けるって結構辛かったですね。まあ結局辞めちゃいましたけど、そしてまさに今農業壁にぶつかってますよね。自分でまあ飛び込んだんですけど、まあそれはそれでまた違う形はありますけど、これでちゃんと1年2年と経った時にちゃんと黒字経営にならなかったら、なんかまた限界感じますね、自分に。はい、まあいろんな方にアドバイスいただいてなんとかうまく運べればいいんですけど、そうなってくるとまたちょっと辛い仕事になってきますね。はい、ちょっと回答になってないかもしれないですけど、うん、まあいろいろ他にも辛いこと楽しいこととかいろいろあるんですけど、まあ基本的には楽天楽天家なんで、うん、あんまり覚えてないんですが、強いて言うなら今言ったような自分の限界を感じた時ですね、うん、まあ高校の時にバレーボール部活でやってましたけど、中高それもやっぱり身長差がありすぎて他の方々と限界感じましたね。はい、まあ今リベロっていうのがあるみたいですけど、まあいや、まあそういうことですね。はい、 D ドラゴンさん、お待たせして申し訳ございませんでした。はい、また漏れてましたね。冠水チューブなんですけど、ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど、試合火星のセフテイ冠水チューブですね。で片面の黒ですね、ピッチとかその辺はちょっとここにあるのと同じなんですが、はい、つるこでおまさんですかね。はい、つるこでおまさんですね、はい、からコメントいただきました。1年で廃棄して理由は、まあ目詰まり、ほんと1年、まあそうですね、株元で使ってツールを使って廃棄みたいな感じになってますので、あれ多分ですね、砂取ってちょっと手をかけてあげれば1年は軽く持っちゃうと思うんですよ。2年とか現に格安で借りた時に前任者は相当使ってましたね。オレオレの関節チューブありましたんで、そう、ただ目詰まり、砂が出てるんで目詰まりで、柵の途中とかマルチとかかけちゃってるとわからないので、基本的に株元は一柵で次通路でっていうような形でやってますね。ちょっと考えすぎなところはあるんですけど、はい、でフィルター、うん、必要ですはい、間違いないです。そうすればあの冠水チューブも長く使えますね。うん、
いろいろそう動画でもコメントいただいて、サイクロン式のとかですね、いろいろ教えていただいてるんですけど、まだつけていないという状態ですね。はい、つけたいですね。誰かタダでつけてくれる人いないかなってことで、はい、これがキュウリ詰めます。はい、頑張ります。